ワンピースに描かれる虹を紐解くとラフテルの場所に繋がります。虹。ワンピースにおいて虹は意外にも多く描かれていて、例えば単行本62巻の表紙や66巻の表紙、83巻の表紙に加え、扉絵連載第8弾、ミスゴールデンウィーク、作戦名ミーツバロックなど、意外にも虹は数多く描かれているんですよ。小田先生は前提として意味ないことは書きませんと断言している。となると、これらの虹にも意味を持たせていると僕は考えています。例えば、虹は平等という意味があります。その上で、虹が描かれている62巻、66巻に注目すると、魚人島編の物語が描かれています。魚人島編とは、魚人と人間の差別の歴史を乗り越えた平等がテーマの物語なんですよ。人間のルフィが瀕死の時に、魚人は輸血を拒みましたが、魚人のジンベエがルフィに輸血し、人間と魚人が平等へと進む一歩が描かれたと。また、表紙に虹が描かれている82巻に注目すると、ビッグマム海賊団のホールケーキアイランド編です。ビッグマムは差別なくこの世の全ての種族と共に同じ目線で食卓を囲みたいという平等を求める人物の一人なんです。このように今話した虹が表紙の単行本は平等というテーマをもとに描かれているということがわかるんです。確かに本当に虹は意味があったってことだね。そうだとね、僕は思いますね。そして特に注目してほしいのが、虹が持つ幸運や希望、夢が叶うという意味です。なんと、その意味にぴったりの物語が、扉絵連載第8弾、ミスゴールデンウィークの作戦名、ミーツブロックで描かれていたんです。この扉絵連載では、アラバスタ編で麦わらの一味に敗れた者たちのその後が描かれています。その中で、扉絵連載ボリューム35に注目。丸い虹が描かれており、タイトルは、夢の虹色、思い描く理想に変身なんです。ボリューム35から38まで、クロコダイルたちバロックワークスの理想の自分、夢が実現した自分に変身している様子が描かれているんですよ。なるほどね。まさしく、これは虹の持つ夢が叶うという部分の意味を込めて小田先生が描いているっていうわけなんですよ。そして面白いことに、クロコダイルと虹という組み合わせはもうこれ完璧なんですよね。なぜなら虹は LGBT の象徴だからです。たびたびクロコダイルは女性説が匂わされていますが、小田先生は虹を通して夢の実現だけでなく、クロコダイルの秘密などもここに描いているかもしれないですね。おー、なるほどね。なんかこれ深いですね。これ深いよね。本当に。話をまとめると、小田先生は虹の意味を理解し、その意味を作品に落とし込んで虹を描いているということですね。ワンピースにおいて夢を叶えるということで重要に描かれるのは、もちろんルフィの夢の果てだったり、ウソップの勇敢なる海の戦士、サンジのオールブルー、ゾロの世界一の大剣豪、ナミの世界地図を描くこと、このようなものが大事に描かれると。麦わらの一味の夢の果てが叶うかどうかは注目の一つですよね。その夢が叶うかどうかは作中のあるシーンにすでに描かれているんですよ。それがこちら、麦わらの一味の目の前に突如虹が現れている描写が存在するんですね。作品において彼らの夢が叶うのは当たり前と思う方もいるかもしれませんが、このようにして虹を通して一味の夢が叶うんだよということをここで表していると僕は考えていますね。なるほどね。そこで一つ、虹に関する有名な言い伝えを聞いたことがありませんか？虹のたもとには財宝が眠っている。これですね。財宝といえば、ひとつなぎの代表ワンピースを連想してしまいます。それらを踏まえた上で1枚の扉に注目です。それが537のこちら。今まで話してきた虹が映っており、そのたもと付近には巨大な象の背中に乗る麦わらの一味が描かれているんですよ。この巨大な象に乗るルフィたちは、新世界であった巨大な象ズミーシャのことを表しているのかなとも思います。ただ僕は過去にこんな話をしています。ワンピースのあるラフテルはフロリアントライアングルにいる2体目の巨大な象の背中の上だと。図認者の学名は、泣いた見えノリだぞ。逆から読むと、ダリの絵みたいだ。実際にダリというスペインの画家がいて、彼の作品には宇宙像という図認者そっくりな像が描かれている。しかも、2体なんですよ。おー。小田先生はね、ここで図認者のような、巨大な像が2体いることを表していると僕は考えていますね。なるほどね。小田先生は、虹のたもとには財宝が眠るという言い伝えと、この1枚の扉絵、巨大な像の映る扉絵を通して、2体目の像の背中にワンピースが眠ることを表していたとしたらどうでしょうか？なるほどね。これはね、面白いんじゃないですかって思いますよ。もう図認者みたいな像がもう1体いて、そう。その背中の上にワンピースがあるんじゃないかと。僕は思いますね。はい。そして、この虹のたもとには財宝が眠ってるという言い伝え。これは、ワンピースと直結するある言葉で表現されることがあります。それが、笑い話ですね。へえ。虹のたもとには財宝が存在するという言い伝えを当然笑う人もいたそうです。笑い話ですよ。ロジャーがラフテルにつきワンピースを見て放った言葉も笑い話だ。ここ繋がるんですよ。すごいね。そうなんです。つまりラフテルの場所は作中に描かれている虹を紐解くと2体目の像の背中の上だと考察することができるんです。おー、確かに象の背中なんかにあったらそれは笑い話だよな。笑い話ですよ。こんなの誰が見つけられんだよみたいなことじゃん。はい、僕はこの説めちゃくちゃ推したいですね。本当に小田先生は虹を大事に描いているということを踏まえると、僕はこういった結論もあると思いますね。でも一個ね、もう一個夢叶うのを見つけましたよ。おお。この虹がさ、描かれてると夢が叶ったりっていう話があったじゃないですか。はい。で、そのタケホは表紙に虹が描かれた間で、魚人島に平等が与えられたみたいなこと言ってましたけど、やっぱ魚人島こう人間の世界で暮らしたいみたいなのあるじゃないですか。ありますね、太陽のもとに。その夢も叶うっていうダブルミーニングの虹だと。なるほど。確かにそこまで読み解くのは確かにそうだね。はい、やっぱりここは深く考えると、お前やっぱまだまだだなっていうことがこうね、やっぱ俺のところに虹がかかってて、お前のところに虹かかってないから、やめろよ。コメント欄で「あ、こんなの見落としてますよ竹雄くん」とかっていうのがありましたら、ぜひコメントで書いていただけると、より皆さんといい関係築けると思いますので、ぜひ我々の考察よろしくお願いします。よろしくお願いします。考察面白かったら学校や職場で僕たちのことを広めてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ベイ